本のマスコミではあまり報道されていない、だけど知っておくべき世界のニュースを分かりやすく解説するコーナー、ニュースチューブです。世界の経済や株価や FX に影響を与えそうなニュース、また世界の平和を脅かすようなニュースの表話とたまに裏話もお届けします。はい、今回はですね、はい、12月の中旬ですね。特に12月11から14の間、この間はですね、世界中で株価が大暴落するかもしれない。ほう、いや逆に株価がめちゃくちゃ上がるかもしれない。マジで？という世界の超重要イベントはですね、なんと4つも重なっていますので、その情報をちょっと解説したいと思います。あれやね、クリスマス楽しまれへんね。それを乗り越えればクリスマスをホクホクでね、儲けてね、乗り越えるということは迎えることができますので、なるほど、その情報をお届けしたいと思うんですけど、その前にですね、まだの方、初めての方、ぜひチャンネル登録の方お願いいたします。お願いします。こちらからでいきます。神尾 TV はこのように株の関係の話とか経済の話などいろいろやってますので、ぜひ登録しておいてください。お願いします。でまず一つ目、その超重要なイベントは何かというとですね、まあ一つ目はもう何と言ってもブレグジット関係ですね。そうですね。イギリスの EU 離脱の問題、12日ですね。そうですね、12月12日にイギリスで総選挙があります。でイギリスのね、 EU 離脱を目指している、まあ、ジョンソン首相がの与党がですね、過半数を取って勝利するのかどうかが、まあ、一つの大きな焦点となってくるということですね。でジョンソン首相が勝てば、まあ、いわゆる秩序ある離脱の可能性がかなり高まるので、はい、まあ、世界の投資家たちにとってはもちろんプラス要因となると。で今までね、ブレグジットの行方がどうなのか分からなかったんで、なかなかリスクを思い切り取れなかったという分があるだけ、はい、まあ、リスクオンになる可能性が高いということですね。あ、なるほどね、今までグッとこれでも抑えられてる状態だったんですね。そう、かなりブレグジットの行方次第では世界は大きく荒れるんで、まあ、特にヘッジファンドとか大きな機関投資家とかは結構リスクはあんまり取れなかったわけですよ。まあ、それが明確に方向性が見えてきたら、もしでジョンソン首相が勝つということは、まあ、イギリスがいい感じでブレグジットしていくということになるので、リスクオンできますよね。というわけで 巨額な資金が流れてくる可能性が出てくるということですね。仕掛けも入りそうですね。あ、そうですね、そういうことですね。だからちょっと活発になっていく可能性が高いということです。なるほど。で実際ですね、野党である例えばブレグジット党とか、まあ、いろいろありますけれども、そういうところはもうなんかもうブレグジットしたいわけですから、党の名前通りね。そうですね。なのでもう選挙協力するということも表明しているんで、まあ、一応ジョンソン首相が勝つ可能性は高いと言われています。とはいえですね、もちろん選挙っていうのは水物なんで、はい、まあ、総選挙の結果は予測困難であることは間違いないですけど、まあ、一応勝つんじゃないかというのは大半の意見ですね。そうですね。ただね、例えば前回の例えばアメリカ大統領選挙の時は、まあ、みんなヒラリーさん勝つと言ったけど、結局蓋開けてみたらトランプ大統領勝ったというのもありましたし、それに何よりですね、まあ、前回のイギリスの EU 離脱をめぐる国民投票の時も、ほとんどの人は離脱なんかしないと思ったけど、結局離脱になったように、これ選挙って結局こういうのが、ね、蓋開けてみないと分かんないことがあるんで、ちょっと油断は禁物ということですね。なるほど。まあ、世論とかニュースでは、まあ、ジョンソンさん勝つというふうになって、勝つ可能性かなり高いと言われてますけど、蓋開けてみないと分からないんで、ちょっと投資家としては当然警戒すべき時ということです。なるほどね。なのでもしジョンソン首相が勝つという可能性が高いと思われている分だけ、もう逆にね、もし負けてしまったとしたら、つまり過半数取れなかったら再び大混乱になると、合意なき離脱の可能性が再び急激に高まりますし、その今勝つと思った分ショックも大きいから、これ売られる可能性も出てくるんで、そうですね、七星さんがおっしゃったように、それを見越したら売り仕掛けてくるヘッジファンドの AI も出てくるんで、大暴落する可能性が出てくるということで、ちょっと12月12日は日本人にとっては遠い国の選挙ですけど、めちゃくちゃ投資家にとっては影響してくるということなんですね。はあ、ちょっと要注意ということです。もう一回やろうやブレグジットを見ながら、そうそう、選挙を見ながら一杯飲む。もうポジション持っとこう。ロスカットなしでポジション持っとこう。というわけで、ちょっと12日は要注意ということになります。で次にですね、2つ目の超重要イベントとしてはですね、はい、サウジアラムコの IPO というですね。あ、そうだそうだ。こちらもね、このコーナーでも特集しましたけども、サウジアラビアの国営石油会社のサウジアラムコ、まあ、世界最大の石油会社ですけども、はい、ついにですね、12月11日に株式公開されます。まあ、イギリスの EU ブレグジットのめぐる総選挙1日前ですね、はい、に株式公開すると。これ、目標通りの IPO が実現するとなると、
調達額はですね、最大で256億ドル、うん、約 2兆8000億円となって、うん、これはね、2014年にニューヨーク市場で上場した、まあ、中国のアリババですね、まあ、アマゾンみたいなところですけども、そこの、集めた額を上回り、史上最大の資金調達となる可能性が高いと。うん、アリババは250億ドルだったんで、まあ、ちょっと超えるだけですけども、はい、それをアリババを超える史上最大の IPO として注目されていると。という点でもすごく、あの投資家にとってはやはり大きな影響が出てくるってことですね。そうやね、うんうん、でこれがね、もし IPO がその思惑通りいったとしたら、うん、まあ、サウジアラムコが上場した瞬間に目標株価は一応8ドル、約8ドル前後と言われているんで、うん、これに発行済みの株式数の2000億株かけると、企業価値、つまり時価総額は約 1.6 兆か 1.7 兆ドルになるので、うん、今時価総額1兆ドル超えてるのはアップルとかマイクロソフトとかありますけど、そこをはるかに超えた、まあ、2倍とは言わないですけど、2倍弱のいきなり世界最大の企業が誕生すると。すっごいな。12月11日にいきなりもう世界史上最大の IPO で史上最大の企業ができると、誕生するという日なんですよね。なるほど。当然だから世界中の株価に影響を与えてくるということですよね。はい、そのため世界の、ね、投資家たちが大注目している IPO となっているわけですけども、特にね、特にこの最初の初値ですね、いくらで、値をつけるのかということと、その後しばらくの株価の動きは要注意ということになります。でもちろんね、想定価格より下がったりすれば、まあ、世界的な株価に影響しますし、うん、当然これは回り回って日本の日経平均とかね、うんうん、もうむしろ将来的な原油価格にも全然影響してきますんで、うん、プロの投資家トレーダーとしてはしっかり押さえておくべきと。そうですね、いう日になるというわけですね、うん、つまり2日連続超重要イベントを被っているんですよ、ね、うん、でまたちょっと詳しくまた別のニュースチューブの方、また別の、ニュースチューブでやると思うんですけども、まあ、サウジアラムコの IPO 大人気ということで、うん、もう、想定されている額の約2倍ぐらいの申し込みが殺到していると。あ、機関投資家だけでもね。そりゃそうやわな、みんな欲しいと。欲しいよ、うんうん、僕たち、あのサウジアラビアに住んでいる人か、あ、せサウジアラビア国籍持っている人か、サウジアラビア内に住んでいる個人投資家しか買えないね。あ、ちょっと引っ越してきてもらっていいですか。いや、したいですね。もし締め切り終わってるけど無駄らしいあかんかったー言って帰ってくるだけやん。まあでも一応世界最大の企業が誕生するということで、まあ株価ね、当然買った時上がるというのを期待されてるんで。そうですね、お祭り騒ぎですよね、うん、はい、うん、だからそれを思うことで、そういけば全然 OK なんですけど、そこがこけたらね、これまた大問題になってくるということで、うん、え、こけることある？いや、そこももちろんこれも水物なんで分かんないですけどね。まあないと、ないか、こける確率の方がはるかに少ないですけど、うんうん、まあわかんないですよね。あ、なるほどね。まあ、あくまで例えばですけど、上場当日にドローン攻撃を受ける可能性もありますよね。ほんまや、うん、そういうリスクは全然あるわけですよ。怖っつい、あのね、数ヶ月前ドローン攻撃やって、結局、まあ犯人は一応公式に分かってないとされてるから、じゃあこれでドローン攻撃終わるか、そんなことは当然ないわけで、うん、次いつ出会ったセンセーショナルなことできるかって、上場日当日とかでしょ。うまいね。だからそういうリスクは抱えてるところですよね。はあ。何もなければ おそらく、まあいい感じで史上最高の IPO、 史上最大の企業誕生っていう大々ニュースで、そうですね、当日になると思いますけど、もしサウジアラビアに何かをこう攻撃したい側からしたら絶好の狙い日じゃないですか。うまいね、うん、っていう、まあ、警戒道をしとかなあかんのですよね。あ、なるほど、うん、だからもう投資家としてはこういろんなところがつながってくるということです。はい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 、ことですね。怖いなさらにですね、このサウジアラムこの IPO にで言えば、例えばですね、これもこの、別のニュースチューブの方で詳しく特集やるので、まあ、さらっと流しますけど、例えばもう中国がね、国家規模で買うことはもう確定しています。うん、サウジアラムコの株を大量に持つということはもう確定してます。はい、他にもね、IPO、まあ一応、スタビライジングエージェントっていって、まあ、まあ、簡単に言ったら取引っていうところなんですけど、うん、これアメリカのゴールドマン・サックスがやってます。はい、あとに他にも株式引き受け予定の銀行が約27銀行あるんですけど、まあ例えばシティグループとか、HSBC とか、JP モルガンとかね、こういうとこは引き受けてるんですけど、こういうとこは当然超大儲けしますよね。うんうんうん、間入ってるからね。ね、うん、もう絶対大儲けできる。株価になっても大儲けするところですから確定やね、うん、超大儲けすると、うん、でこのね、サウジアラムコの背景はずっとこのコーナーでも言カメラ TV で言ってますけど、アメリカじゃなくてロンドンがいるんですね。ロンドンシティが全部取り仕切ってるわけですよ。そうですね、だからロンドンに大量のお金が流れると、うん、でなのでこの IPO が順調にスタートすればですね、これらの超儲け、これ今言った銀行たちが超大儲けしたお金が、うん、
ブレグジットの総選挙の結果と絡み合ってリスクオンとなれば世界の株や為替や債券一気に流れる可能性があるってことです。わお、分かります？大暴騰だ。前日に IPO 大成功します、うん、今言った企業大儲け、これ全部ロンドンシティが絡んでいます。ロンドンに大量のお金が来る、うん、その次の日ロンドンで総選挙があります、うん、イギリスで総選挙あります。これでジョンソンさん勝ちます、うん、一気にリスクオン、リスクオンの時今まで貯めてきたお金もある、うん、この IPO で儲かった最大のお金もある、これ全部一気に来るってことですね、うん、わー、だから株、冒頭で言って株価がめちゃくちゃ上がる可能性も全然あるってことです。うまいね、上がるわこれ、うん、ただサウジアラム、さっき言ったように当日に攻撃を受けたら大暴落します。そしてブレグジット等とか、ね、うん、失敗と失敗、ジョンソンさん負けて大暴落というシナリオもある、シナリオもあるんで、冒頭で言ったようにどっちかというすごい日が来てるってことですね。うまいね、うん、読めないですかね、ここまではさすがに。そうですね、うんうん、どんだけチャート見てもあのドローン攻撃するかどうか分かんないですから、そういうことでちょっとニュースとして注目していかないとダメということですね。なるほど。だこのようにですね、世界で起こっていることは一見すると関係ないものがバラバラに見えるんですけども、うん、このお金の流れっていう視点で見れば全部つながってくるんですね。サウジアラビアとイギリスっていう離れた国、離れたところありますけど、ここでサウジアラビアのお金、儲かったお金がロンドンに流れて、うん、総選挙を行うイギリスを中心として世界的にまた広がっていくっていうか流れで見ると全部つながってるってことです。そうですね、はい、つながっちゃった。で地政学的リスクもドローン攻撃とかっていうのを見たら中東なだけの話に見えるけど、うん、サウジアラムコとかっていう絡んでくると世界の株価の影響してくると。そうですね、全部つながってるってことですね、全世界にね。そういうことなんですね。なるほど。でちなみにですね、サウジアラビアのパブリックインベストメントファンド PIF っていうところ、まあ、これはまあ簡単に言ったら政府が持っているファンドですけれども、うん、ここはですね、実はソフトバンクが作ったソフトバンクビジョンファンドにも出資しています、うん、というかまあ大ヒット株主ですね、うん、なのでサウジアラムコの IPO はソフトバンクの株価にも影響するのではないかとも言われています。あ、なるほどね、うん、回り回って回り回ってね、多分サウジアラムコの IPO がこけたら、うん、あ、サウジアラビア政府は今お金ないんで、ソフトバンクビジョンがお金引き上げるかもしれない、うんうん、そうなるとソフトバンクもっと暴落すると。そうですね、逆に IPO がうまくいったら、サウもしかもし、まあ、これも全然可能性の話ですけど、ソフトバンクビジョンファンド2号ファンドにもお金来るかもしれないと、うん、となってまた全然話変わってくるんで、これも大きな分岐点になってくるということですね、うん、なので当然ソフトバンクの株を持っている人は要注意ということです、うん、また持ってないとしてもソフトバンクが日経平均与える影響力っていうのは凄まじいものがあると、寄与度がすごい高いので、うん、やはりプロの投資家トレーダーとしては要注意ってなるということですね。そうですね。なのでこれもお金の流れという視点で見ると、サウジアラムコの IPO はなんと日経平均とも密接につながってくるということになっているということですね、うんうんうん、なるほどね、はい、というわけでちょっと長くなってきたので、じゃあ続きは次回にしたいんですけども、はい、このように世界中でバラバラ残っていることもお金の流れっていう視点で見るっていうのも、これ投資家としては必要になってくるということですね、うん、そうですね、はい、ではですね、まあ、重要なイベントあと2つ残っているんですけど、うんうん、ちょっと長くなったので、ね、続きは次回にしたいと思います。でもしね、何か小さな動きでもあれば、うん、すぐにですね、最新情報とそのリスク対策についてお教えしますので、またまだの方はですね、ぜひ紙折りをラインアウトの登録をしておいていただければと思います。まあ、総選挙の結果がやばいとか、サウジアラムコの IPO ちょっとやばくなってきたとかなったらすぐに怒らせていただこうと思うので、うんうん、ぜひ登録しておいてください。お願いします。で次回はですね、その超重要イベント、まだこの4日間にまだあと2つあるんでね、うん、その超重要イベントについてお伝えしたいと思いますので、はい、ぜひ見逃さないためにもチャンネル登録のお願いいたします。メルマガトライアットも登録お願いします。あとぜひいいねボタン、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。皆さん高評価していただくと、この動画 YouTube で評価されていろんな方に見ていただけますので、うん、ぜひ皆さんしかお書きください。お願いします。あと動画説明欄の方にこの動画に関する詳しい説明の方も文章の方で書いておきますので、復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。